ワクワク実験シリーズ、弾むボールを作ろうキット、自由研究に最適。ボールを作って弾ませてみよう。開けてみるよ。中には粉、混ぜる棒と粉。ああ、白い粉、白い粉だよ。ぬるま湯と透明カップと計量スプーン、好きな色の水彩絵の具がいるよ。じゃあ作ってくよ。よし、じゃあ早速弾むボールの素を入れてくよ。これは PVA、 ポリビニルアルコール、水のりにして、で食塩を入れると固まるんだって。お湯を入れて混ぜます。また混ざったらぬるま湯を加えて、でまた混ぜ混ぜ。混ぜ続けたら木工用ボンドみたいになんかなってきたよ。これを半分に分けて、わ、これにどうやら塩を入れていくと固まるらしいよ。これで色をつけるよ。絵の具をつけて、加えて混ぜるよ。これで色がつくね。じゃあ青にしたよ。こっちは黄色を混ぜたよ。からしみたい。次に青いシールの粉を入れていくよ。
これが食塩らしいんだけど、食塩を入れるとこれが固まっていく。固まってんのか。黄色い方にも入れてみるよ。もっとドバッて入れていいのかな、ちょっとよくわかんないけど。よいしょ。ちょっと、ね、粘り方が変わってきたよ。なんか納豆をこねてるみたい。確かに固まってる。固まってるよ。したら手で持って、うわ、丸く整えて、せっかくだか、これか、ぎゅメロンパンナちゃんの顔はうまく出なかったな。ボールができたよ。こっちはどうかな。あ、こっちもすでに固まってる。これ入れ物が手が入りづらいのだと、入りづらい。なんだろう、マシュマロみたい。結構塩の加減が、一応できました。あ、黄色の方はうまくできたみたいで、弾むよ。のりからボールができたよ。どうしてこうなるかは取扱説明書に書いてあるから、それを見てね。動画
画を最後まで見てくれてありがとう。今すぐチャンネル登録ボタンを押してね。次の動画がバイキンマンとキンちゃんのところに隠れているよ。探してみてね。